はい、皆さん、こんにちは。楽隊若村です。さあ、本日は9月の29日、火曜日です。今日も午後3時になりました。ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版、今日、ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手 <laughs> さあ、本日は楽旅京町屋の1階、大座敷からお届けしています。 もう皆さんにとってはちょっとね、見慣れた風景になっている方もいますが、いよいよこの楽旅京町屋、今日、明日と2日間でこの夏の失礼が終わりになっていきます。10月の1日、毎月1日は私たちの会社で町屋の日を設けまして、まあ、スタッフ一同で京町屋のお掃除、または失礼替いをするんです。いよいよ10月の1日は夏から 冬への失礼替えの日になりますので、もうこの夏の失礼を見るのも今日と明日あと2日間ということになったんですね。今日はこの後ろ側にお茶室のお庭、路地が見えておりますけれども、もうね、今日はね、このままの明るさでいきたいと思います。谷崎潤一郎の陰影来さんの世界ではないですが、まあこの京町屋も昔はこの外の太陽の光を 取り込みながら、まあ、日が暮れれば寝て、朝太陽が昇れば起きるという形で、まあ、太陽の動きで生活をされていたと思います。昼間とはいえ、建物の中にはこういう暗さもあって、外の明るさと中の暗さ、陰影が非常に美しいのが昔の建物だったと思います。今ではね、もう昼間も 夜も、まあ、天井に明かりが灯りますのでなかなかこのような陰影の美しさを見る機会は少なくなってきましたけれども今日はですねぜひこの夏のひつらえもうあと2日間ということになりますので今日は少し部屋の明かりを落としましてで私だけちょっとね今ライトが当たっておりますちょっと皆さんにとってはこういう感じに見えるかもしれませんけれどもまあそれはそれでね楽しみとして今日はこの 昔ながらの京町屋の明かりを楽しみながら進めていきたいと思います。さあ、それで今日は9月の29日ということで、今日もですね、昔の暦、旧暦をちょっと調べてみますと、今日は、第60代の天皇でありました、第5天皇が崩御をされた日でした。皆さんこれ崩御ってわかりますかね こういう字を書いて、宝魚と言いますね。これは、天皇、皇后、皇太后、太皇太后など、皇族の中でも高貴な方が亡くなった時に、この宝魚という実は漢字を用いまして、まあ、いわゆる我々で一般で言う、亡くなるということなんですね。まあ、こうして、今からもう1100年ほど前ですが、 延長8年、西暦930年、9月の29日、第60代の天皇でありました、第五天皇がこの世を去ったんです。皆さん、第五天皇と言いますと、どんな印象がありますか例えば、まあ、桜の名所、第五寺があることでも知られておりまして、その第五寺を、 直眼寺として大変深く信仰したのが今から1100年前第60代第五天皇と言います。で、この第五天皇は父である先代第59代の宇田天皇からの言葉もあって天皇自らが政治を行って摂政、関白などを置かずに 自ら政治を取ったという人なんです平安時代に摂政関白という役職があってまあもちろんもう昔から奈良または平安の初めの頃にもあったんですけれども、まあ、特に藤原氏という貴族が力を持つ中で天皇に成り代わって政治をする役職です摂政関白について大きく政治を執り行ったんですまあそういう中で天皇は少し影を潜めていく そんな時代もあったんですがこの第60代第5天皇は自ら政治を執り行って34年の長きにわたって摂政関白を置くことなく天皇申請を行ったという人なんです天皇が自ら政治を取るこれをですね天皇 神聖天皇が自ら親しく政治を取ると書いて天皇神聖と言いましてこの天皇神聖時代の最も歴史上よく知られているのがこの第60代第5天皇とその後の第62代村上天皇の時代でもあったんです後世になってこの第5天皇の政治は 古き良き素晴らしい時代であったということから過去に振り返られることになってちょうどこの醍醐天皇が政治をしていた時代の元号が演技と言いますので演技の地として大変後世あがめられていったということなんです後に村上天皇の時に天略という元号もありましたので演技天略の地地は 三隅に、無、口と書く。政治の治めるという字です。縁技、天略の地と称されまして、後世の天皇にとっても、従うべき、習うべき、素晴らしい時代であったと言われてるんです。確かにね、この第五天皇にまつわる逸話が残っておりまして、古典文学の中の大鏡の中に、このような一節があるんです。今はね、まだ熱い、 夏から秋にかけてですが、寒い、寒い冬のことです。大雪が降って都中が雪に包まれて、その震え上がる寒さで、皆が家に閉じこもっていた。そんな冬のある日に、天皇がふと、この大きな寒さ、諸国の民々も人々も さぞ寒さに震えているでこ、震えていることであろうと。自らも御衣を脱散としまして、実は自らも着ていた服を脱ぎまして、庶民とともにその寒さを、厳しい寒さを味わったと。つまり庶民の目線に立って、庶民がいかにこの寒さで苦しんでいるであろうか。自らだけが厚着をして、 暖かと暮らすのではなくて庶民とともにこうして大鏡の中に冬の寒い雪の日に庶民とともにこの寒さの厳しさを味わうために自ら魚衣衣を出すというくだりがありまして、まあ、それほど庶民に心を寄せ庶民のために政治を行ったのがこの1,100年前の天皇でありまして醍醐天皇と称されているわけなんです。 その政治が縁起の地として後世語り継がれまして今も受け継がれたその称された歴史が語り継がれているわけなんですしかしねこの第五天皇と言いますと多分ね皆さんの歴史上のいろんなこう京都のお寺神社読んでおりますとね北野天満宮の菅原の道真公左遷の折に第60代第五天皇からの信頼を失ってということなんです 実は、北の天満宮の神様、菅原の道真公は、第59代、宇田天皇に重く用いられまして、その息子、第60代、醍醐天皇からも熱い信頼を受けて、この醍醐天皇は、摂政、関白を置きませんでしたので、当時の政治の世界、左大臣、藤原時平、宇大臣、 菅原の道真公を据えて、左大臣、右大臣を中心に政治を執り行い、そこに醍醐天皇が君臨をしていたということなんです。しかし、この左大臣、藤原の時平があること、ないことを天皇に告げ口をしまして、左大臣、菅原、右大臣、菅原の道種は失脚しまして、こうして、 九州太宰府に流されて901年、そして2年後903年に九州太宰府でそのまま菅原の道田猫は亡くなってしまいました。このあたりは旅くじの北の天満宮のあたりでもお話をしたかと思います。これによって実は天変地異が後、都では相次ぐようになりまして、また、醍醐天皇の御子が相次いで亡くなり、 左大臣、藤原の時平が亡くなるなど、醍醐天皇の身の回りで不吉な出来事が次々と起こり、930年6月、ついには宮中清涼殿へと雷が落ちて、貴族が雷で焼け死ぬなど、宮中における不吉なことが次々と起こり、これは道種の怨霊に違いない。こうして、 その道真の荒ぶる魂を鎮めるために、醍醐天皇は、九州へ流す時に、右大臣の職を取り上げて、罪人として流したわけなんです。まあ、正確に言うと罪人ではなくて、官職を下げて、役職を下げて、九州太宰府の一地方役人として、まあ、半ば都を追放、九州へと派遣をしたわけですが、その、 すべての官職を戻して、右大臣に、もう菅原道真すでに亡くなって27年経っておりますが、その右大臣の役職を服して、戻して、そうして、称号まで送っているわけなんです。それほどまでに菅原道真公は恐ろしげなる怨霊となったと伝えられておりまして、まあこうして道真公が、醍醐天皇を悩ますことになっていったんです。 第五天皇にとっては、縁起の地と称される素晴らしい政治を行ったものの、唯一の過ちがこの、菅原の道種公を九州へ流したことである。ということで、盛大の歌詞という言葉がありまして、聖なる御代に、たった一つだけ間違いがあった。歌詞があった。ということで、盛大の歌詞と言われ、 この醍醐天皇の良き政治の一つに傷がついたんです。まあこうして、まあ、菅原の道田根和の地に、現在の北野天満宮の神様としても祀られることになって、神として崇め、その怒りを鎮めようと、人々が手を合わすようになっていったと語り継がれているわけなんです。まあこうしてですね、まあ醍醐天皇というのは、まあ歴史上有名な天皇ではあるんですけれども、一方、 道真公の伝説の中では、醍醐天皇によって流された、醍醐天皇によって悲惨な死を遂げた、こういうふうにも語られておりまして、政治にも光があれば影がある、まあ、そのようなあたりが見え隠れしてくるということなんです。まあ、こうしてね、醍醐天皇は実はそれ以来、体調を崩しまして、同じ、この、 西暦930年9月の29日にま亡くなったということなんですね。まあ、ということで、まあ、醍醐天皇は最後、新郎をたたってか、道真の怨,怨念を恐れてか、亡くなったとも伝えられておりまして、で、亡くなりました後、葬られましたのが、現在、山科にある醍醐寺の、ちょっとね、北側に、後の山科の御捧木という陵母がありまして、 その宮内庁管轄の両方でね今も静かに眠っておられるということなんですまた一度皆さんねこの第5天皇の歴史を調べるとともに醍醐寺を参拝し後の山品の御捧ぎというあの随心のすぐ近くですその天皇陵もお参りをいただきまして醍醐天皇の御霊を鎮めていただきましたらいいと思いますはい とということで今日は旧暦のお話で今から1100年前、約ね西暦の930年9月の29日に第御天皇が崩御された、亡くなった日であったということなんです。はい、さあ、ちょっとね、道真公のお話をして、この暗い中でのお話で、ちょっと皆さん、背筋が涼やかになったんではないでしょうか。 さあ、それではね、今日も元気よく、今日ちょっと旅へということで、どこかのお寺、どこかの神社へと今日も旅をしてみたいと思います。さあ、今日はどこに旅になるでしょうか。本来であれば皆さんと直接お会いをして、講座やツアーで京都の魅力をお届けをするところですが、なかなか今皆さんとお会いする機会が少なくなっていますので、このようなオンラインで、今、Facebook ではライブ配信です。見逃したという方は、 この動画の模様、YouTube、Instagram にもアップしますので、また過去に遡って様々な京都の歴史トーク、楽しんでいただきたいと思います。それでは、本日もこの箱の中に入ったお寺神社の名前が書いた旅くじを引くことによって、今日のトークテーマを決めていきたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。 よ。さあだいぶね旅びくじが重なってきてちょっとほぐしておきますそれではいきますこの下の方からいきましょうこちらを今日のトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてこのくじの中身を改めるくじ改めです まずは私が確認をして、一つ、二つ、三つと皆様にヒントを出していきます。そのヒントから、あそこのお寺かないや、あそこの神社かな皆さんも考えながら聞いていただきたいと思います。わかったという方はコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知っているか腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。 おー皆さん皆さん出ました当たりくじになりますさあ、どこの当たりくじでしょうか何の当たりくじでしょうかいきますよ先日、この楽旅京町屋にゲストでお越しをいただきました。今も大人気の本屋さんに並び、アニメにも登場する、もちづき先生が書かれました。 京都寺町三条のホームズの先生直筆の三入りの5本がお一人様に当たります。おめでとうございます。さあ、もち先生ファンなら、もうぜひ応募したいとこだし、これ第1巻。現在は15巻まで本屋さんにずらりと本が並んでおりますが、その一番最初の第1巻。これもね、またね、 ドキドキのストーリー展開がありますよ。この第1巻先生の直筆のサインが入りました。京都寺町三上のホームズ、持月舞先生直筆のサイン入りの本、こちらをお一人様にプレゼントします。おめでとうございます。さあでは、当たりが出ましたので、ちょっとね、あのこの暗い中で間違いがあって我ですから、ちょっとだけね、 明かりをつけます <laughs> さあ、皆さん、ご応募です。あたり、アットマーク、ラクタビドット CO ドット JP あたり、アットマーク、ラクタビドット CO ドット JP こちらのアドレスまで、今日の夜の12時までです。深夜0時、深夜12時までにメールをいただきまして、そのメールの中に、氏名、住所、 電話番号、そして4桁の数字、好きな数字を書いてご応募ください。その4桁の数字によって明日、このライブ配信、同じ午後3時から明日取り行います。その中で、お一人様にこの直筆サイン本のプレゼント抽選、行いたいと思います。ぜひ皆さん明日の3時もご期待いただきたいと思います。当たり、 アットマーク、ラクタビ .co.jp 名前、住所、電話番号、4桁の数字を書き込んで、望月先生直筆のサイン本、京都寺町三条のホームズ、いただきたい欲しいそう書いてね、送ってください。できましたら先生の何かね、コメントがあれば、メールに書いていただいても結構です。または、私への声援でもいいです。 なんかまた歴史的な質問でもいいですよ。なんかね、感想とかコメントなどもいただけて、メールをいただければね、また嬉しく思います。本日の深夜0時まで受付しております。お待ちしております。いやー、出ましたね。先生に出ていただいたのが、9月の15日だったかな、確か。ですから、半月。 ね、ちょっとこう。ここで熟成させていただきまして、半月でそれでもね。これだけたくさん旅くじをちょっと足しましたんでね。まさか今日出ると思いませんでしたが、こう下の方から今ねこう引っ張り出しましたから、下の方で熟成されていた。この旅くじをきゃっとこう当たりくじをね。今引いた感じでした。では。落ち着きを取り戻していきます。もう一回ね。明かりを。シャー はい、せっかくなんでね陰影を楽しんでいただいたらと思いますさあそれではもう一度いきますよ箱の中の旅くじを引くくじ取り引ですいやちょっとね一気に汗ばみましたね、はい、いきますこちら こちらを今日の旅くじトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてくじ改めですおっと逆さまあわかりました いいトーークテーマですよなぜなら今まさに NHK 大河ドラマ「キリンが来るで」でここがその舞台の一つでもありますただ今現在はこれなんとかあととなっておりましてそのもの自体はもう現存しておりませんがそのあった場所に石碑が残っています でまあ麒麟が来るで言いますとね織田信長が、まあ、このあとドラマの方でも本能寺があって本能寺の変で亡くなっていくそのかつてあった本能寺の後にも石碑が残っていたりしますただここはね織田信長ゆかりではなくて信長が支えた方です つまり今ちょうど大河ドラマで出てきております。ちょうど先週、十三代将軍、足利義照が、くやとこうやられまして、いよいよ次の将軍が誰になるかということで、後、最後の将軍となる十五代、足利義昭が、信長の 武力を背景にまた上洛京都に帰ってきます。その時に、将軍の住まいとして、信長公の支援もあって建てられたのが、こちらなんです。さあ皆さんわかりましたか今はね、森さんの母校、平安女学院がそのあたりにあります。こちらです。旧二条城跡です。 さあ、わかりますかね、皆さん。え二条城ということになりますよね。皆さんにとってこれ二条城と言いますと、そうなんですね。もちろん、徳川将軍家によって築かれた、あの、世界遺産の二条城が最も有名かと思いますが、実は昔、室町時代の足利将軍が、 二条通りに近い屋敷に住まいしたことから、まあ、それを二条城と称するようになって、将軍の住まいを二条城。また、将軍の住まいが移転、再建されるになっても、二条から離れていっても、将軍が住まいすればそれをね、二条城と呼んできた歴史があるんです。ですから、この旧二条城跡という石碑は、 今ののの京都御苑すすすぐ西側側ああたりにあるんんでで平安女学院の北側なんですしかしその石碑の場所というのは二条からは遠く離れてはいるが足利将軍が住まいしたことから二条城と称されましてそれが十五代将軍義明が京都から追放されて、まあ、その建物もなくなって後 天下が移ろう中で、江戸時代、徳川家康によって二条城が作られて、今の大きな世界遺産が残っているわけなんです。多分皆さんにとっては、二条城といえばあの徳川将軍家の二条城、まあそれが印象的かと思いますが、平安女学院の京都御苑のすぐ西側にある、あのあたり一帯に巨大な二条城があって、織田信長が 元々はね、ちっちゃなお屋敷に将軍に住まいしていただいたんですが、敵に攻められた時にもっと立派なお屋敷を建てる必要性を感じまして、さらにお金を信長が継ぎ込んで大きな屋敷を作っていくことになったんです。で近年の発掘では、室町通りを越えてお堀や建物の痕跡が見つかっておりまして、 かなり大きなお屋敷が信長によって建てられたんではないかと今推定されています。昔から室町時代はその室町通りに面してお屋敷があったことから室町時代、室町幕府という名称があるんですけれども、その室町通りの北の方、今の同志社大学のあたりが三大将軍、足利義満が作りました花の御所があって、 もう少し南の今の京都御苑の西辺りに十三代将軍足利義輝がかつての三観領しばしの邸宅があった武衛陣に屋敷を構えさらにそのすぐ北側に信長によって最後の将軍となる義明の二条城が設けられていったという歴史があるんですまあどちらにせよその室町通りがかつての 足利将軍の政治を執り行った一番の中心地であったということで今も点々と京都御苑の西辺りにその歴史と遺跡土を掘れば遺跡が出てくるし歴史が今もあたり一帯で語り継がれているということなんですね。ということでこの旧二条城というですね石碑が今も平安女学院の室町通りちょうど 角に石碑が残ってましてねちゃんとこう言われも文字で看板がありますのでそのあたりでぜひね一度その歴史をね見ていただくといいのかなと思います、はい、ということで今日は旧二条城についてトークをお届けしました今年の NHK 大河ドラマキリンが来るゆかりの場所となりますので また一度室町通りを南から北へと歩きながら義輝義明義満義政など足利将軍家のね歴史にちょっとね触れていただいたらいいのかなと思います。はい、ということで本日もお届けしました「ラク旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ」です。さあ今日のトークはここまでとなります。 ささあ皆さんどうでしょう、あちょっと今、日差しが出てきておりますので、後ろの方がちょっとね、かなり明るくなっておりますけれども、京町屋の素晴らしい素敵な影と光、陰影を楽しんでいただけましたでしょうか、私のほうはちょっとこう浮かび上がるような映像になっているんではないかと思います。さあそれでは一番大切な心ににハーートに元気をチャージする 合言葉で締めくくりたいと思います。さあ皆さん、合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる。この、好きになるというところを皆さんも大合唱いただきまして、心にハートに元気をチャージしていただきたいと思います。手にはハートマークを作ってね、たくさんの元気を京都からもお届けしますし、皆さんからもたくさんの元気を京都へお届けいただきたいと思います。 それでは行きます。きっと、もっと、京都を好きになる。ということで、本日も午後3時からお届けしました。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。明日も同じ時間、9月最後の一日です。さあ、明日はどうしましょうどこから京都の楽旅京町や 夏の最後の失礼をご覧いただきましょうか。ちょっと明日まで考えながらですね、明日の午後3時にまたお会いしたいと思います。また今日、夜はですね、京都検定対策講座があります。講師の森と私が皆様を京都検定2939の合格へと導くね、いよいよ対策講座が今日から始まりますので、対策講座受講の皆様は、 夜の7時半から再びこの楽旅京町屋とオンラインズームでつないでですねお会いしたいと思います出ますかあ森さんが来ましたちょうど後ろあたりであこのあたり映ってます大丈夫ですじゃあちょっとせっかくなんで最後は電気つけましょうか <laughs> 映ってますよはい、全然大丈夫映ってると思いますはいということで今日はですねこの二人でまた夜オンライン講座をねお届けしたいと思いますあれもうやったよね今 えあくとはやったよねやったやった。やったやった。あもう一回やりますかやり、せっかく。森さんがもう一回やりたいということなんでいきます。はい、きっと、もっと、京都を好きになる。やってますかはい。<laughs> ということで、明日もごさん参お会いしたいと思います。ぜひ皆さん、望月先生の直筆サイン本、当たりが出ましたので、 本日の夜12時までにお届けを、メールをお待ちしております。ありがとうございました。ハートマークを連打して、元気をチャージしてください。じゃあ私ポチッと押しますんで、森さん最後まで元気を皆様にお届けしてください。はい